大府市に関する最新のニュースや話題の出来事を紹介する大府ビデオニュースレター。令和4年度夏のニュースのキーワードは3年ぶり。コロナ禍で中止されていた夏祭りが3年ぶりに開催されました。7月30日と31日、 JR 共和駅前で開催された第47回共聴夏祭りでは、アルコール類の提供を自粛したり、開催時間を短縮するなどして感染症対策を実施。8月6日と7日、JR 大府駅前で開催された第41回大府夏祭りでも同様の対策が取られました。大府夏祭りでは、大府中学校の生徒およそ80人がボランティアとして参加。ゴミ拾いなどをして祭りの開催を支えました。8月28日、愛知健康の森公園で開催された第6回大府東浦花火大会も3年ぶりとなりました。大府市と東浦町の企業や地域住民の協賛によって実施されているこの花火大会は、観覧エリアの間近で花火が打ち上げられるのが特徴です。花火大会が行われた8月28日、大府文化交流の森アローブで大府子ども歌舞伎を開催しました。平成28年から実施している大府子ども歌舞伎は、歌舞伎の所作や礼儀を学ぶことで子どもたちの豊かな人間性を育むことを目的としています。3年ぶりの開催となった今回は、小学1年生から中学3年生まで合わせて13人が出演。弁天娘、夫婦白波、稲瀬川勢ぞろいの場を熱演しました。9月11日、大府市役所で子ども落語教室、大府の小学校の落語会を開催しました。教室ではプロの落語家を講師に迎え、3ヶ月にわたって本格的な落語や礼儀作法について学びました。落語教室の集大成となる落語会では、小学生11人が大喜利と落語を披露。観客の笑いを誘っていました。しかしな、でもお前9月17日から10月30日までウェルネスバレー巡りを開催しています。ウェルネスバレーは、大府市と東浦町にまたがる愛知健康の森公園とその周辺にある健康長寿に関する研究施設などが集積している地区のことで、それぞれの施設が連携しながら住民の健康づくりを支えています。ウェルネスバレー地区をですね、巡っていただきまして、ウェルネスバレーのこの地区のことを知ってもらうこと、またまあ健康増進に役立ててもらうこと、そしてこちらの地区のですね、にぎわいの増進をまあ深めていくことを目的に、今年で第16回目で開催しております。関連施設9箇所を巡っていただきまして、各施設でスタンプをしていただきます。9施設全部スタンプを集めていただきますと、日帰りで参加賞がもらえます。期間中、自分のペースでスタンプを集めながらゴールを目指します。スタンプの台紙は各施設で受け取ることができます。ウェルネスバレー巡りは10月30日まで開催。22日と23日には野外音楽イベントも開催しますので、ウェルネスバレー巡りと合わせて音楽も楽しんでみてはいかがでしょうか。大府市に関する話題の出来事などを映像でわかりやすく紹介する大府ビデオニュースレター。後半は
大府市が笑いの渦に包まれたあのイベントの話題から、令和3年11月19日から3日間にわたって開催した市政50周年プラス版記念事業、オブワングランプリ2021 with メディアス。コロナ禍で1年延期しての開催となりましたが、市民芸人育成プログラムの受講生をはじめ、日本全国からプロアマ含め199組がエントリー。大いに盛り上がりました。どちら、全国的にも珍しい自治体が主催するお笑いの賞レース、オブワングランプリ。好評につき2回目の開催が決定。11月19日と20日の2日間にわたって開催します。見事頂点に輝くと、1回目と同様、優勝賞金10万円と知多メディアスの番組レギュラー出演権を獲得できます。おめでとうございます。おめでとうございます。今年も、文化交流の森アローブにてオブワングランプリ2022 with メディアスを開催します。現在市では観覧者と出場者を大募集しております。申し込み方法や詳細につきましては、広報オーブ10月号または、市公式ウェブサイトをご覧ください。大いに笑って心も体も健康になりましょう。皆様からのご応募をお待ちしております。続いて、私たちの暮らしには欠かせない下水道について紹介します。下水道には2種類ありまして、1つは汚水です。ご家庭のキッチンやトイレ、お風呂などで私たちが使って汚した水、それからもう1つは雨水、空から降った雨などです。こちらを2種類の下水道管を通って流れていきます。大府市には雨水管およそ 40km と3つの雨水ポンプ場が設置されています。ここ数年ではゲリラ豪雨などと言われるように、一度にたくさんの雨が降ることがあります。そうすると地下を流れる雨水管だけでは排水処理ができなくなりまして、町に水が溢れてしまうことがあります。浸水ですね。その浸水から道路や建物を守るために、大府市では雨水ポンプ場を設置して川に排水するという役目もしております。平木山町にある伊勢木雨水ポンプ場は、大府市でも甚大な被害を引き起こした東海豪雨の後建設され、ポンプ場周辺地区の浸水被害を防止するため平成16年度から運転を開始しています。自家発電設備があるので、停電しても排水ポンプを動かすことができます。大雨が降った時に水路だけでは雨水の排水が賄えなくなったときに、ポンプで強制的に雨水を汲み上げて川へ放流する施設となっております。およそ5年に1度の確率で発生する大雨に対応できるよう設計され、3台のポンプで1秒あたり最大およそ4立方メートル、一般的な家庭用のお風呂で20杯分の雨水を排水する能力があります。近年増加傾向にあるゲリラ豪雨などにより、年間で数回稼働し、浸水被害を防いでいます。また公園や学校など公共施設の地下空間を利用し、一時的に雨水をためる雨水貯留施設の整備も進めています。若草町にある川池ちびっこ広場の地下には600立方メートル、家庭用のお風呂で3000杯分の雨水を、令和2年度から整備を進めている大府北中学校の地下には2480立方メートル、家庭用のお風呂で12400杯分の雨水を一時的に貯めることができ、浸水被害の軽減を図ります。家庭から出る生活排水は汚水管を通って
下水処理施設に送られます。大府市の汚水は刈谷市にある境川浄化センターで処理されています。浄化センターに送られてきた汚水は大きく分けて5つの工程を18時間かけて処理され、魚が住めるきれいな水にしてから鬼怒浦湾に放水されます。大府市だけでなく近隣の9つの市町で暮らすおよそ53万人が流す汚水は1日あたり18万立方メートル、お風呂で90万杯分にもなります。また汚水を処理する際に発生する汚泥は専門の施設で処理され、電力会社の燃料として有効利用されています。大府市では市民の皆さんに下水道に関心を持ってもらい、その役割にも注目してもらうため、おぶちゃんマンホールを市内8カ所に設置しています。また、来ると大府では、おぶちゃんマンホールがデザインされたグッズを販売。ハンドタオル、ストラップ、缶バッジ、ラバープレートなどがあります。マンホールカードは無料配布しています。普段の生活では皆さん意識されてないかもしれませんけれども、下水道がないと雨が溢れてしまうことや汚い水がそのまま川に流れてしまいますので、水を浄化しながらとか町が浸水しないようにという処理をしながら川や海などに放流する役目を担っています。